薬学において、バイオマーカーは、ある疾病の存在や、進行度をその濃度に反映し、血液中に測定される、タンパク質等の物質を指す用語である。さらに一般的には、バイオマーカーは特定の病状や生命体の状態の指標である。NIH の研究グループは1998年に、通常の生物学的過程、病理学的過程、 もしくは治療的介入に対する薬理学的応答の指標として客観的に測定され評価される特性と定義づけた。過去においてはバイオマーカーは主として血圧や心拍数など生理学的指標のことであった。近年になるとバイオマーカーは前立腺がんの分子バイオマーカーとなる前立腺特異抗原、肝機能測定のための酵素測定などに例えられる。 分子バイオマーカーカの同義語となってきた最近では大腸癌やその他のイーグフは関連癌におけるクラス遺伝子の役割など主要学におけるバイオマーカーの有用性が注目されている。変異したクラス遺伝子を発現している患者ではイーグフはシグナル伝達経路の形成しているクラス、タンパクが常にオン状態である。この過剰活性した イーグフアシグナル伝達は、たとえシグナル経路上流がセツキシマブなどのイーグフア、阻害剤でブロックされていても、シグナルが経路下流に伝達され続け、結果として、癌細胞が成長し、増殖し続けることを意味する。主要のクラス状態を試験して、患者がセツキシマブを用いた療法において、効果を期待できるかが判断できる。また、ヒトパピローマウイルスや、 タバコへの曝露を示す4-1-1、ブタノンのような特定のマーカーなど、疫学的研究における環境曝露を評価する分子指標の使用もバイオマーカーに含まれる。今までのところ、頭部と頸部の扁平上皮癌のためのバイオマーカーは見つかっていない。バイオマーカーの評価が原因となって根本的な医療過護が起こることがある。バイオマーカーは病気の進行状態や、 治療の効果を測るための科学的、物理学的、または生物学的指標である。分子学用語では、バイオマーカーは、ゲノミックス、プロテオミックス技術、または画像技術を用いて発見されうるマーカーの一部とされる。バイオマーカーは、医薬品生物学において、重要な役割を担っており、早期診断、病気予防、医薬品ターゲット識別、 医薬品に対する反応の確認などの補助となり得る。これまでに結晶、LDL、血圧、P53 遺伝子、マトリックスメタロプロテアーゼなど、いくつかの病気に対するバイオマーカーが発見されている。現代科学の領域では、遺伝子に基づいたバイオマーカーは有効で好ましいマーカーとされている。バイオマーカーは異なる方法で分類され得る。 物性で分類する場合、イメージングバイオマーカーや、分子バイオマーカーなどと分類される。分子バイオマーカーは、生物物理学的特性を持つ、イメージングバイオマーカー以外のものを述べるとき使われる。つまり、生体サンプル中に計測されうるものと、遺伝子突然変異、遺伝的多形、定量的遺伝子発現の分析などに用いられる、拡散由来のバイオマーカー、さらにペプチド。 タンパク質、脂質代謝物や、その他の低分子化合物が、分子バイオマーカーに含まれる。応用で分類する場合は、診断用バイオマーカー、疾患段階を判断するバイオマーカー、疾患用後バイオマーカー、治療処置に対する反応を見る目的のモニター用バイオマーカーなどに分けられる。その他のカテゴリーとしては、初期医薬品開発における判断基準に用いられる。 バイオマーカーが挙げられる。例えば、薬理学バイオマーカーは特定の薬理学的反応を示すマーカーであり、投与方法最適化の研究で特に重要視される。分子バイオマーカーは、ゲノミクスやプロテオミクスのような基本的かつ好ましいプラットフォームを用いて発見されるものと定義される。多くのゲノミクスやプロテオミクス技術が バイオマーカーを発見するために利用可能であり、以下に具体例が挙げられる。ゲノミクスやプロテオミクスの他に、メタボロミクス、脂質を解析する、リピドミクス、糖を解析するグライコミクスなどが、バイオマーカーを特定するための技術である。メタボロミクスとは近年導入された用語で、生体資料中の酵素タンパク質が作り出す、全体者物質の網羅的な解析を意味する。 関連する用語として、特に薬や病気に対する代謝反応を表すメタボノミクスがある。メタボノミクスは複雑系に属し、様々な病気に対するバイオマーカーを特定するために使われ、近年生物学の主要な研究分野になってきた。一般に多くの病気で代謝経路の一部が活性化または不活性化されるので、それを数値化することで、 特定の病気のバイオマーカーとすることができる。セロトニン生成経路は飲酒により不活性化されるので、セロトニンは最近の飲酒状況を知るための代謝物、バイオマーカーとなり得る。リピドミクスは脂質の解析を意味する。脂質は特徴的な物理的性質を持つため、これまでは研究対象とすることが難しいとされてきた。しかし、測定環境の改善により、 一つの資料から、ほとんどの脂質の代謝物を同定し、定量することが可能になってきた。脂質の解析には、質量分析法、クロマトグラフィー、核磁気共鳴分工法の3種類の鍵となる、測定技術がある。質量分析法は、脂質抽出成分の高比重、リポタンパク粒子の濃度と構成を、冠動脈バイパス術を受けた患者と健常者の間で、 相対的に比較するために用いられる。バイパス処置を受けた患者から採取された HDL 粒子中には、明らかに、フォスファチジルコリンに対して、スフィンゴミエリンの量が少なく、コレステロールエステルに対して、トリグリセリドが多いことが知られている。またリピゴミックプロファイリングは、パー、ガンマーゴニストであるロシグリタゾーンの、マウスの脂質代謝への影響を調べるためにも使われる。 ロシグリタゾーンは、いろいろな臓器で脂質の構成を変化させる。例えば、肝臓では、トリグリセリドの蓄積を増加させ、心臓と脂肪組織では、有利脂肪酸を変化させ、結晶中のトリグリセリドを減少させる。医薬品開発のために、分子バイオマーカーは利用されている。主な分野として、初期医薬品開発研究、安全性研究、概念実証研究、 分子プロファイリング研究などが挙げられる。初期医薬品開発研究では、例えば第1小試験における投与量と続く第2小試験のための投与計画の決定などに分子バイオマーカーが用いられる。PD バイオマーカーは一般に投与量に対して性ピレに反応が現れる。得られたデータは安全性試験のデータと合わせて第2小試験の投与量を決定する根拠となる。 加えて、安全性分子、バイオマーカーが全臨床試験、臨床試験の双方に数十年にわたり使われてきた。バイオマーカーを用いた試験が主流となってきたため、動物試験、臨床試験ともに完全な自動化が進んだ。安全性試験の中で最も一般的に行われる例は、肝機能試験、腎機能試験である。他の例としては、骨格筋、または、 心筋障害試験、さらに骨バイオマーカーが挙げられる。多くの新たなバイオマーカーが画像技術の進歩とともに開発されている。イメージングバイオマーカーは数々の利点を持つ。通常、非侵修性で直感的かつ多次元的結果が得られる。定量的、定性的療法のデータが得られ、一般的に被験者にとって他の診断技術よりも不快感が少ない。 その他の情報源と組み合わせることで、診断を下す上で非常に利用価値が高くなる。心臓の画像化は、盛んな研究分野である。カテーテル挿入が必要な侵襲的方法である、冠動脈増えが、長年動脈狭窄症診断のための、絶対的判断基準であったが、一方で非侵襲性の技術の開発が望まれていた。 心臓コンピュータ断層撮影が最も有望な方法と目されているが、カルシウムブルーミングと呼ばれるカルシウムの蓄積による画像解像度の低下現象に関連する問題が未解決である。その他の血管内イメージング技術として、核気共鳴画像法、光コヒーレンス断層画像化法をバイオマーカーとして用いる方法がある。ポジトロン断層法は体内で グルコースが細胞内に取り込まれる部位を観測することができる。マクロファージはグルコースの消費が早いので、グルコースを追跡することで炎症の位置を特定することができる。腫瘍もグルコースを大量に消費するので、腫瘍のモニターにも同じ技術が使われる。炎症の拡大や腫瘍の成長にとって極めて重要な段階を直接的に観測する点で、 同位体グルコースの追跡は有望な技術と言える。すべてのバイオマーカーが医学的反応を完全に反映しているわけではない。使用目的によっては検査結果の妥当性を確認することが困難であったり、検証にいくつもの段階を経る必要があったりする。バイオマーカーが治療介入の成否を図るために使われるときは、そのバイオマーカーは 治療の直接的な効果を反映していなければならない。1980年代に行われた例が、バイオマーカーに頼りすぎた場合の落とし穴をよく表している。1980年中期、米国で、フレカイニドと、エンカイニドという二つの新薬が、心臓病の来歴を持つ患者の不整脈治療のために、開発された。双方ともに確かに不整脈を抑える効果を示した。 しかし、効果を確認する大規模な知験は、開始から1年で中止された。薬を投与された患者の死亡者数が、対象実験患者の2倍に上ったからである。触れ回二度と宴会二度は1991年に、米国でリコールを受けた。この例から、バイオマーカー特性を改善することが、必ずしも、患者の生存率向上につながるとは限らないことが、わかる。ありがとうございます。